科学的モデリングの例。大気成分に含まれる化学物質とその移動プロセスの概念図。科学的モデリングとは、ある事象の抽象化されたコンセプトモデル、グラフィカルモデル、あるいは数理モデルを作るプロセスである。科学の様々な分野において、各々特化した科学的モデリングのための科学的、方法、技術、理論が蓄積されている。科学的モデリングによって、 事象を構成する様々な要素が単純化され容易に読み取れるようになる。モデリングは全ての科学的活動で不可欠かつ不可分の手法である。科学の様々な分野においてそれぞれ独自のモデリング手法や設計思想が存在している。科学哲学、一般システム理論、あるいは知識の可視化など多く分野において 科学的モデリングへの注目が高まっている。科学的モデルは、経験則や事象、物理現象などを、論理的かつ客観的な方法で示すことを模索する、ものである。すべてのモデルは単純化された現実の模倣であり、本質的には、虚偽のものであるにもかかわらず、科学的活動に極めて有用である。むしろモデルの構築とそれに関する議論を行うことは、 科学的活動の根本でもある。モデルは完璧に事実を表現することはできないかもしれないが、しかし特定の目的に対してどちらが優れたモデルであるのかのような討論はしばしば行われる。科学者にとって、モデルはまた人間の思考力を拡張するための方法でもある。例えば、ソフトウェアとして提供されるモデルは、そのシミュレーションや可視化。 および操作に計算機の力を利用することを可能にし、モデルで表された実体、事象、過程に対する洞察を高めることができる。このようなコンピュータモデルはインシラコと呼ばれる。これはインビボインビトロなどと対比される言葉である。通常、科学者は直接的に結果を測定できる実験条件を作ることが不可能あるいは現実的でない時にモデルを活用する。 コントロールされた条件のもとでの結果の直接測定は常に結果のモデル化された予測より信頼できるであろう。結果を予測するとき、測定ではしないが、モデルは仮定を使う。しかしながら、仮定がモデルの利用を通して作られるデータと異なるにも、かかわらず、測定から集められたデータを分析することに注意することは重要である。 モデルでの過程が増加するにつれ、モデルの精度や関連性がおそらく低下する。モデリング言語は一貫したルールのセットによって定義される構造での情報、知識、またはシステムを表現するため使われるあらゆる人工言語である。そのルールはその構造における構成要素の意味を通訳するため使われる。モデリング言語の例はシステムアーキテクチャの記述や 表現のためのアーキテクチャ技術言語、ソフトウェアシステムのための統一モデリング言語、プロセスのためのイダフ、あるいは特にワールドワイドウェーブを念頭に置いて設計された3次元コンピュータグラフィックスのための VRML などである。シミュレーションはモデルの実装である。性的シミュレーションは特定の時点でのそのシステムについての情報を提供する。 動的シミュレーションは時系列の情報を提供する。シミュレーションはモデルを活気づけ特定のオブジェクトまたは現象がどのように振る舞うかを示す。そのようなシミュレーションは実世界システムあるいはそのモデルについてテストし、分析し、あるいはトレーニングするのに有用である。構造は認識、観察、性格、 およびパターンの安定性とエンティティの関係を網羅する時に基本的な無形概念である。子供の切片の口頭説明から次回特性の詳細な科学的分析まで構造の概念は科学、哲学、芸術における調査と発見のほとんどすべてのモードでの本質的基盤である。システムとは統合された全体を形成するエンティティの相互作用、または 相互依存、実体、または抽象のセットである。一般に、システムは、構成要素単独では得られない結果を一緒になって、作り出す、異なった、構成要素の構築物あるいは集合体である。統合された全体の概念は、セットの関係から、他の構成要素まで、及びそのセットの構成要素と関係制度の一部で、ない構成要素間の関係から、区別される、 関係のセットを具現化する用語システムで述べることができる。システムには2つのタイプが存在する。モデリングとは何らかの現象の概念的表現としてモデルを生成するプロセスを意味する。通常、モデルは問題の現象についてのいくつかの側面だけに着目し、同じ現象を表した2つのモデルが本質的に異なっている。つまり、それらの間に 単に構成要素の名前が違うだけである以上の相違があることもあり得る。このような相違はモデルの最終ユーザーの要求が異なるためか、あるいはモデラー間の概念的、または美的相違とモデリングプロセス中に行われる偶然的意思決定に帰結するかもしれない。モデルの構造に影響するかもしれない美学的考慮は圧縮されたオントロジー断定的に対して、 確率的モデルに対する好み、時間的不連続あるいは連続のようなモデラーの好みかもしれない。このような理由からモデルのユーザーはモデルの本来の目的とその妥当性に関係のあるされた過程を理解する必要がある。モデルは観測データとの整合性によって最初に評価される。再現可能な観測と合致しないどんなモデルも修正あるいは拒絶されねばならない。 モデルを修正する一つの方法は、モデルが高い正当性を持つと認められる領域を限定することによる。その良い例は、ニュートン力学である。ニュートン力学は、非常に小さいもの、非常に速いもの、あるいは非常に大規模な宇宙的現象を除いて高い有用性がある。しかしながら、観測データへの合致だけでは、モデルを正当であると受け入れるには、不十分である。 モデルを評価する上で重要な他の要素には以下を含む公用を使ってモデルの評価を数量化しようと試みもあるかもしれない。可視化はメッセージをコミュニケートするイメージ、ダイアグラム、あるいはアニメーションなどを生成する技法である。視覚的画像を通しての可視化は歴史的に抽象と具象の間をコミュニケーションする効果的な方法であった。例えば、洞窟壁画。 ヒエログリフ、ギリシャ幾何学、及びレオナルド・ダヴィンチの工学的かつ、科学的目的の技術的図面描画の革命的方法などがある。ビジネスプロセスモデリングの抽象概念、ビジネスプロセスモデリングにおいて、ビジネスプロセスモデルは、プロセス工学分野における中核的概念である。プロセスモデルとはのことである。同じプロセスモデルは、 多くのアプリケーションの開発のため繰り返し使われ、そこで多くのインスタンスを持つ。プロセスモデルの一つの可能な利用は、何が起こるかの真実であるプロセス自身に対比して、どのようにものが行われなければならない、行われるべき、行われうる、かを規定する。あるプロセスモデルはそのプロセスがどのように見えるかを予想する大まかなものである。そのプロセスが何であるかは、 実際のシステム開発中に決められるであろう。科学的モデリングの一つの応用は、モデリングシミュレーションの分野である。M&S は、経験、測定及び検証を通した概念の開発と、分析から、排気分析までの範囲での応用のスペクトルを持つ。プロジェクトとプログラムは、数百もの異なるシミュレーション、シミュレーター、及びモデル分析ツールを使うことがある。 防衛ライフサイクル管理におけるモデリングシミュレーションの統合された利用の例。この絵におけるモデリングシミュレーションは3つのコンテナを持つ中心に表現される。図は M&S がどのように防衛能力開発プロセスでの統合されたプログラムで中心部分として活用されるかを示す。今日では国際的なフォーラムのすべての種類を提供する。 科学的モデリングに関する40数詞の雑誌がある。1960年代から科学的モデリングの具体的な形態についての書籍や雑誌が増加している。科学哲学の文献には科学的モデリングに関する多くの議論もある。以下、いくつかを挙げる。ありがとうございます。